ちょっとお兄ちゃん、一体いつまで家でニート暮らししてるつもりなの？もういい加減、外で真面目に働きなよ。え？今日からお母さんがこっちに遊びに来てるの知ってるよね？もう東京の中の劇を見に行くって言ってたの。そのついでについさっきまでお母さんとランチしてきたの。それで話を聞いたけど、お兄ちゃんたらまだ働いてないって本当なの？え？いい年して実家のすねかじぎとかマジでやばいと思うんだけど、よくそんな暮らしを平然としていられるよね。ちょっと待って、俺はちゃんと働いてるぞ。俺がまだ無職って、それ母さんがお前に言ったのか？そうだよ。毎日家から一歩も外に出ないで、ただの引きこもりニートだって、お母さんが何を言っても外に出てくれないって、疲れた顔して言ってたんだから。母さんたら、まだ俺の仕事を誤解してるのかよ。あのさ、病気になって会社を退職したのも、治療のために実家に戻ったのも、私は理解してるつもりだよ。でも、もう病気は完治したんだし、余裕で働けるくらいには元気なんだよね。それならとっとと働いてお母さんを安心させてあげなさいよ。え？まったく、いい年した男がお母さんに甘えて、ニート継続って自分で恥ずかしいと思わないの？ちょっと待ってくれ、前。俺が働いてないっていうのは全部母さんの勘違いなんだよ。俺ちゃんと働いてるし、実家のすねなんかかじってないから安心してくれ。ああ、勘違いってどういうことよ。実際に今は実家に引きこもっているんでしょ？病気をきっかけにニート生活なんて全くいい気なものよね。だからニート生活なんてしてないってば。頼むから俺の話も聞いてくれよ。話って何よ。どういうろくでもない言い訳しかないんでしょ。確かに病気をきっかけに会社は退職したし、治療期間中は実家に世話になるただのニートだったよ。その後なんとか病気は完治したけど、医者からは労働環境を見直せって言われたんだ。それで今は独立して家で仕事をしているんだよ。お兄ちゃんが独立ですって？いわゆる在宅フリーランスってやつだな。体調に気を使いながら、でもちゃんと生活はできるくらいには働いてるよ。ちゃんと生活できるくらいにね。前職はかなりきつかったけど、その分エンジニアとしての技術は鍛えられたからな。ありがたいことに生活できるくらいの仕事はもらえてるんだ。はっ、何が在宅フリーランスよ。そんなの適当な言い訳でしょ。私はそんなの信じないんだから。え？だって一緒に暮らしてるお母さんが、お兄ちゃん引きこもりだって言ってるんだもの。それが全てに決まってるでしょ？どうせ適当なこと言って、ごまかそうとしてるだけでしょ？何言ってるんだよ。そんな嘘つくわけないだろ。ほんと、いつまで経っても恥ずかしい兄よね。妹は大企業で活躍してるっていうのに、自分が実家のすねかじニートで惨めだとは思わないの？いや、だからニートじゃないんだってば。あ、そっか。お兄ちゃんって小さい頃から妹の私よりも出来損ないだったもんね。勉強もスポーツも私に勝てたことがないし、それで感覚が麻痺って、みるみると思わないんだね。悪かったな。妹よりも不甲斐ない兄だよ。いい？妹としてこれ以上お母さんに迷惑をかけるのは許さないんだからね。そろそろ就職して家を出ないと、こっちも最終試験に出てやるんだから。母さん、これってどういうことなのかな。久々の外出から帰ってきたら、俺の荷物が消えてるんだけど。あらたくや、あらたも帰ってきたの？じゃあ、危機一髪ね。ついさっき最終便が運び出したみたいだし。え、最終便って何のこと？たくやの荷物は運び出した最終便よ。そういうことだから、今日中にあんたは家から出て行きなさいよね。荷物は貸し倉庫にとりあえずぶち込んでもらったわ。あとで倉庫の住所送るから自分で飛び出してちょうだい。ちょっと待って、出て行けってどういうこと？俺の荷物を勝手に貸し倉庫に行って何なんだよ。ってどういうことかちゃんと説明してくれよ。いつまで経っても就職しない拓也が悪いのよ。妹の前に頼んで、ちっと激励してもらったのに。あなたはあれから一向に就職もしてくれず。だからもうあなたを追い出すことにしたの。拓也が外出する日をお母さんはずーっと待っていたんだからね。
はあ、全然意味がわからないよ。俺ちゃんと在宅の仕事をきっちりこなして稼いでるんだぞ。それなのに就職の方が大事だって言うのかよ。何が在宅の仕事よ。楽に稼いでもないくせに。なんだと？私はもうニート息子と暮らす日々なんてもうんざりなのよ。それでこないだ前に相談したら、強行手段として追い出すことを勧められてね。しかももしお兄ちゃんが出て行ったら心配だから私が家に戻るよって言ってくれたのよ。前はご近所でも有名な自慢の子供だもの。帰ってきてくれる上に一緒に住んでくれるなんて鼻が高いわ。なんだよそれ。自分の娘で暮らしたいがために息子の俺を追い出したって言うのかよ。無理やりニートを卒業させられるし、自慢の娘とも暮らせるし、まさに一石二鳥よね。まあ、母さん本当に俺がニートだと思ってるの？俺何度も働いてるって説明してきたし、家のことだってちゃんとやってるよ。母さんに迷惑をかけたことなんて一度もないじゃないか。あのね、タクヤ、働くっていうのはみんなが知ってる企業でしっかりお給料をもらうことを言うのよ。え？ただ家で一日パソコン見てるだけの仕事で給料なんてもらえるわけないでしょ。そんなの働くって言わないの。あんたはただの言い訳ばっかりのニートなのよ。はあ？そういうわけだからとっとと出て行きなさい。私は早速娘の前にいつでも来ていいわよって連絡しなきゃね。やっほー兄ちゃん。お母さんから話は聞いたよ。ついに家を追い出されたんだってね。ああそうだよ。突然追い出されて荷物も運び出されてまだ呆然としてるよ。次の新居も早く探さなきゃいけないのに衝撃すぎて何も手につかないよ。衝撃ってだから言っておいたでしょ。早く就職先見つけないと最終手段に出るぞって警告したのに、ニートを続けていたお兄ちゃんが悪いんだよ。何が警告だよ。こんなのってひどすぎるだろ。俺のことが気に入らなくて追い出すのはまだわかる。でもだからって荷物を勝手に運び出した上に仕事道具のパソコンまで売るのはひどすぎるだろう。急いで貸し倉庫に来てみたら金目のものは全部勝手に売られてるじゃないか。パソコンなんてあったらまた引っこもるだけでしょ。売ってあげたのはお母さんの愛の無知なのよ。はあ？ちゃんと働いたらパソコンなんてまた買えるんだよ。そんなにパソコンが必要ならとっとと就職すればいい話でしょうが。ざけるな。いくら家族といえどしていいことだ悪いことがあるだろうが、さすがの俺ももう限界だぞ。止まれよこのダメニートが。ニートは恥ずかしいからとっとと出て行け。お兄ちゃんなんて一家の恥さらしなんだよ。なら月30万お前が払えよ。え、月30万って何の話？仕事道具も売られて建て直すのに時間もかかるし、これを機に生活費の援助は全部止めるからな。これからお前が実家に住むんだっけ？散財癖ができた母さんのことをよろしくな。俺はもう実家には二度と帰らないし、何があっても援助はしないって決めたから。え、ちょっと待ってよ。月30万ってどういうこと？生活費の援助って何の話よ？この実家の話だよ。俺は毎月30万も生活費として払っていたんだ。母さんが家水のごとく金を使うからな。待ってよ。本当に何の話をしてるのよ。俺が入院した時、クレカの家族カードを母さんに渡していたんだよ。着替えとかの買い物を頼む時があったからな。で、退院後もそのカードを持たせたままにしてたら、味を占めたのが母さんがどんどん使うんだ。え、最初は実家に置いてもらってるし、そのお礼だと思って見過ごしてたよ。でも月3万から月5万、10万、最近じゃ月30万が普通だよ。そんなにお母さん使ってるの？ああそうだよ。でもこれももうやめるから、とりあえずカード会社には家族カードの提出をお願いしたし、これからは一緒に暮らしてあげる前がカードを渡しちゃってくれ。私が？当然だろ。俺はお前らとは縁を切るし、母さんのことは全部任せたぞ。ちょっと待ってよ。月30万の生活費なんてそんなの無理だし、大胆にいたのお兄ちゃんだってそんな大金払えるわけないじゃない。追い出されるのがムカつくからって適当なこと言って脅さないでよ。俺がちゃんと払えてるから。母さんはのびのびと散財癖がついたんだろ。信じられないなら今度カードの名声を送ってやるよ。俺がいくら支払っていたか知るがいいさ。そんな、私お母さんにそんな散財癖があるなんて聞いてないよ。
これからお前がそんな母さんを支えてやってくれ。小島の大企業勤めならそれぐらい簡単だよな。そっか、おたくや、あの蔵買ってあなたの家族カードだったの？私とはてっきり娘の前のカードかと思ってたんだけど。はあ、ちゃんと入院してた時に俺が母さんに手渡ししたじゃん。そうだったかしら。いくら使っても何も言ってこないし、だからてっきり娘のかなって。無職のあなたに払えるわけないし、いつの間にかあの家族カードは娘のだと思い込んでいたわ。大企業勤めで自慢の娘のクレカならいくら使っても大丈夫だろって。悪いけど今まで使い込んできたのは俺の金だよ。引きこもりだとかニートだとかバカにしていた俺のな。そんな、じゃあ拓也、あんたは本当に家で働いていたの？お母さんがいくら使っても大丈夫なくらいしっかり稼いでいたっていうの？まあそうだよ。でももう俺は二度と援助しないからな。これから妹の前に面倒見てもらってくれ。俺は今日限りで母さんたちとは縁を切る。別にあんたと縁を切っても痛くもかゆくもないもんね。私には優秀な娘さえいれば何も問題ないんだから。生活費だってきっと前ならあなたの倍を渡してくれるはずよ。なんて言ったってあの子は自慢の大企業勤めだからね。母さんの思い通りになればいいけどな。それじゃあ母さん元気でね。もう母さんには息子はいないものとして思ってくれ。もう何なのよこの山。この家じゃもう暮らせないよ。全部お兄ちゃんのせいなんだからね。なんだよ、どうしたんだ。お母さんが最悪なのよ。引っ越してきた途端に私に家族カードをよこせって言い出してさ、仕方なく渡したら私のカードで今月もう60万も使ってるのよ。1ヶ月で60万？これは散財記録を大幅に更新しちゃったな。記録更新って何のおきなこと言ってんのよ。月60万もってバカじゃないの？さすがにありえないんだけど。まあまあそんな怒るなよ。月60万は確かに大金だけどさ、でも大企業勤めのお前なら余裕だろ。母さんも前なら俺の倍は使わせてくれるはずって言ってたぞ。はあ、お兄ちゃんもお母さんも何言ってるのよ。いくら大企業勤めでもこんな数十万使われてたら無理だから。せいぜい月5万とかならともかく月60万って給料よりも出費の方が多いじゃないの。え、せいぜい月5万なの？俺でも月30万支払ってあげていたのに。あれだけ俺をバカにしていたくせに、俺より優秀なはずの妹がたったの5万しか払ってやれないのは。ああ、妹より不甲斐ない兄ですら月30万援助してたのに。そっか、お前にはできないのか。それはきっと母さんもさぞかし落ち込んでるだろうな。ああ、ちょっと何よその言い方は。お兄ちゃんのくせに私に喧嘩でも売るつもり。まあでもおかげでこっちは数十万の出費が浮いて大助かりだよ。パソコンも無事に買い替えられて仕事に穴も開けずに済んだし、そこそこいい部屋に住めたしな。あ、そうそう、このパソコン買い替え費用は後でお前に請求するからよろしくな。なんで私に請求なんてするのよ、ふざけんな。お前に請求して当然だろ。弁護士に相談したら家族間でも勝手に私物を売りに出したらやっぱり犯罪になるらしい。だから警察に行くか穏便に費用を請求で済ませるかのどっちかがいいって言われたんだ。ちょっと待ってよ、お兄ちゃん弁護士になって相談したの？おお、こういう時はプロにお願いするのが早いからな。嘘でしょ、そんな大ごとにすることないじゃない。それでな、請求金額のことだけど、パソコンの買い替え費用だけで総額150万ほどかかったんだ。請求書が届いたらすぐに支払ってくれよな。150万？たかがパソコンにそんなにかかったの？言っただろ、商売道具だって。それじゃあよろしくな。ちょっと待ってよ、そんなの払えるわけがないじゃないのよ。こっちはお母さんの使い込みに頭を抱えてるのよ。なのにそこに150万もって。難しいだろ。母さんに支払い協力でもお願いしたら、二人きりの家族なんだし助け合っていかなきゃだろって。あは、母さんにそんな助けられるようなお金なんてあるわけないか。ねえお兄ちゃん、今まで冷たい
こととか意地悪言ってごめんね。私お母さんの言葉をずっと信じてたの。ずっとお兄ちゃんだと思っててさ、それで意地悪言っただけなのよ。え、急にどうした？ただの勘違いだったから、今までのことは全部許してくれないかな。150万の支払いだなんて、そんなの家族間ですることじゃないよ。だからね、私たちに説教なんてやめてくれるよね。てかさ、実家に戻ってきなよ。これからは家族3人で暮らしていきたいな。そんな雑な手のひら返してやめるわけないだろう。俺が何度勘違いだと訴えても聞く耳すら持たなかったくせに。違うの、お兄ちゃん。だからそれは全部お母さんのせいなの。お母さんのせいでそうなっただけだから、だからお願い、家に戻ってきて。こんな存在するお母さんと二人暮らしなんて私は無理だよ。今更何を言っても遅いんだよ。それじゃあ支払いの準備よろしくな。何があっても俺は一円も負けるつもりはないからな。弁護士に相談したという言葉が効いたのか、世間体を気にする二人は潔く請求書が届いたその日に一括で150万を支払ってくれました。そしてその後、妹の前は母親から家族カードを没収したそうですが、それに母親がブチギレ、その後しばらくして、息子と縁を切って前を選んだのよ、とっとと家族カードをよこしなさいと前の会社に乗り込んだようですが、そこでなんと前は大企業勤めといってもただの子会社勤務だってことがバレて、いろいろと修羅場を迎えているんだとか。いろいろと大変そうな2人ですが、絶縁した俺にとってはどうでもいいことですね。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画がスカッとした方は高評価ボタンを、それ以外の方は下のコメント欄でご意見をお聞かせください。チャンネル登録もよろしくお願いします。あなたの評価やコメントが今後の励みになります。また他にもあなたをスカッとさせられる動画がたくさんありますので、当チャンネル内の動画をぜひご覧になってくださいね。それでは次の動画でお会いしましょう。緑のネタ帳でした。